例の迷惑し男やっと逮捕されましたいやーこれね警察もねくら寿司もよくやってくれたと思うんですけどもただですねこの男が本当にふざけたね動画を残して。 おおりましたおそらく皆さんねこれ見てないと思うんですけども仲間内でふざけてね完全におちくってる動画が出てきましたのでそれを後ほどねこの動画の中で紹介したいと思いますまずは簡単に今回の経緯を振り返っておきますけどもはいこういう形で逮捕されましたとこれがこのね、えー、男でございます吉野亮く君と21歳ってことになりますけどもまあ、こうやって見れば普通の青年なんですけどもねはいこの左のようになんか化粧までしてねあのバカな頭をして、えー、もういたとまあ、標判ねこう風貌です 風貌が一変ししたたとといいうここででござまますけども、まあこれでしたよね2月3日なんですけどもまず手づかみで掴んで口に入れてそして醤油を口にさすとニコニコ笑いながらなんと顔は化粧をしているということでねこのバカ動画を SNS に投稿し,しましたとで当然ねどうなるかということは、まあ、こうなるわけなんでございます。で 右の写真なんですけども、これ、動画ありましたね。要は、左でこう、炎上されたときに、どうもすいませんという動画を上げてるんです。でも、明らかに口を隠しながら笑っていて、反省してます、チーズっていうね、まあ、そういう形でやってたんですよ。で、これ見たら頭にきますよね、本当にもう許せないという感じなんですが、はい、そしてね、まあ、このくら寿司なんですけども、ようやってくれたということで、これ、同時にね、2人逮捕されました。 男と女とと。いうことで女に至ってはなんと年齢まで自称15歳ということでこれはよく、ね、発展途上国であるような、ねえー、26歳ぐらいかな90歳ぐらいかなということで、えー、それまで負傷という状態で逮捕されております。まあ こんな風になることは分かりきってるんですけど、何がね、私がね、もう本当にバカだと思うのは、最初に岐阜県の工業高校生がやりましたね、えー、これはスシローでしたっけあのペロペロ舐めながらね、いかに自分の唾液を塗りたくると、もちろんもう話にならない、これはもう低レベル、低知能ということになるんですけども、まだね、向こうのがマシだと思うんです。なぜマシかというと、彼は第1号でございましたから、まあ、あのね、あのおつもが弱いということはしょうがないんですけども、 おそらく自分の想像を超えて大問題になったといやあ、もう本当にやつれたと思いますよ、うん。それまでは分かります。ところがね、その後に続いた、まあこの男もそうでございますけども、だってあれだけ大変なことになって炎上するってことは分かってるわけでしょ。で、その後に、スシローは刑事民事で厳正に対処しますということをやっています。そのニュース、も私はね、目に留まってると思うんですよ。おーこういう男でもね、そのぐらい目に留まってると思うんです。ところが、 炎上してわーっとテレビなんかにこう出るみたいだなってところだけを捉えていてスシローが刑事民事民で厳正に対処しますおそらく刑事民事民っってていいうう日本語わかってないんでしょうねこれどんなバカであっても刑事民事で厳正に対処するってあれだけテレビに出てねそしてあの大きな企業がですよああいう形で来ればもし私であればですよふざけたことやってやろうと思っても刑事民事で厳正に対処 これはさすがにまずいだろうと思ってやらないですよ。 全国に似たようなね、ばいっぱいいると思うんですけども、さすがにそれを見て、これはやめようと思ったはずですね。でも、その枠外をはるかに超えるバカチンというのがやっぱりどうしてもいて、こういうことをやってしまうわけなんですよ。だってね、1億3000万人いればね、今回こういうことをあの後にやってるのはね、5、6人出てきたでしょ。まあ、いるでしょうね、そういうどうしようもならない一つだね。で、これ、彼はくら寿司には迷惑をかけ申し訳ないと言ってるということなんですけども、まあ、らくね、 これは私本心だと思います。手錠をかけられて逮捕されて留置所にぶち込まれてね、えー、これはね、憔悴しているのはまあまあ、これは私、まあ事実な気はしますけどもね。さあ、そして彼の暮らしぶりを知ってる人がね、こうインタビューを応じてたんですけども、まあ、なんか、ただゴミくんとかただゴミさんと呼ばれていたと、これ、意味不明でございます。働いて。 いいないでしょうね、はい、そしてホストの体験入店いわゆる退入ってやつなんですけども「あなるほどねと」とこれに退入でちょろっといくとこのぐらいのお小遣いをもらえるのでまあ,あどっか寝たりとかねご飯食べれたりすることはできますわね。さあそして この動画なんですよね。この動画があって、ここで反省してます。チーズなんて言ってるんですけども、まあ、バカですよ。さあ、そして知人が言ってました。多分もうノリでやろうみたいにやって、えー、そしてフォロワー数増やそうよみたいなということをやっていたんだろうと、調子に乗っちゃったら大ごとになっちゃった。まあ、その通りでしょうね。で、その間ね、大ごとになってから、東京に行ったり大阪に行ったりして、まあ、いわゆるね、東横とかグリたってやつですよね。で、そこに行ってもう逃げ隔離していたと。えー、そして、まあ、警察にこう捕まって、パクられたというこ,れけことになるわけなんでございます。 さあここでね、えー、このねちょっとあの接見した弁護士がいるんですけどその前にねこの動画見ていただきましょう。はーい世間の皆さん俺たちは社会に迷惑をかけてるって言いながら俺たちは協力し合って全世界の批判を避けながら頑張って手を取り合って生きてます。よいしょ 誰も知らないやつが画面越しで批判をするなポーズ。<laughs> 今の動画いかがでしたでしょうかで、ね、まあこれはねえ炎上した後にまあこのねえ吉野くんがですね仲間うちで、えー、ねみんな俺のこと批判してるけど俺たちこうやってやってんだぜへへ。<laughs> とか言ってこんな焼肉をねこんなところでいつも食べ散らかしてねこういうこときったことやってるわけなんですよ。これ見たらふざけるなってことになるでしょまあ時系列で言いますとこの後パクられていますので、まあ、あの豚箱に入れられてね拘置所に入れられて、えー、まあそこで意気消沈していやしまったなと思ってると、まあ、こまで私事実だと。 思いいますすけどもねただ現実にはここのレベルということうなんですよさあそして今度ねこの彼にこう接見した弁護士の話になってくるんですがあこちらのね田村健一さんでしょうか弁護士ですよね最初目が合わないと言葉数が少ないうんなるほどねうつむき加減まあこれも大体想像にかくないですよでねいつも派手なメイクをしていてね、えー、すっぴんで見るとまず印象が違うって言ってますけどもこれ見るとあれって思いません、ね、いつも派手なメイクってえっ あなたこいつ知っ 知って,たのってことになりますよね。先生知ってたんですかと。ね。田村先生知ってましたかと。そういうことになります。まあ実はこの田村先生というのは、こう、会ったことがあるんですということで、えー、いわゆるこう東、東横ですよね。東横とグリタと名古屋の東横というところなんですけども、まあそういうところのね、うん、田村する未成年なの、未成年たちの支援活動を行っていると。まあこれは先生、こういうことをやられていたということになるんです。で、これはこれでね、まあ先生もいろいろこう活動をね、されてたということは私は分かりますんでね、うんあ。まあまあ、それはあの、いい。 いいでしょうと、えー、まあそういうことなんですけどもまあねいくらこの先生が弁護してもどうしようもならないのやっぱりどうしようもならないってことになるんですよね。 まあ、あ,あそれでも田村先生はね、これは弁護士ですから、ああ当然、容疑者にもこれは人権ありますんでね、えー、彼は悪くなかったと、まあ勘弁してやってくれと、悪くないってことはないですね、悪いんだけど勘弁してやってくれということで、えー、弁護をして、えー、ということになるでしょう。まあ実際これでね、あの実刑食らうってことは、まあこれはもうあ,ありえませんけども、まあ有罪で、えー、どうでしょうかね、えー、まあ執行猶予って形になるんでしょうかね、その辺、私もよくわかりません。 はいそしてさっきのまたあれに戻りますけども結局これなんですよ。ね。あれをやった後にまずいと思って真剣に謝るのは別なんですけどもいわゆるチーズ動画ですよね。えー、ごめんなさいチーズこんにちはーす。みたいなこういうやつなんですよ。でこの度はうーんと寿司を乱暴に扱ってすいませんでしたと。 はい、まずこれ、論点が全くずれています。そんなことは言っていません。例えば、寿司ネタをねは、お箸で取って、そして食べるときにね、皿の上で分解してね、えバラバラにしてね、それをごくッと飲み込んでも、誰も文句は言いません。そんなこと言ってんじゃねえよというね、そういうことになりますよね。で、深く反省してまーすと、はい、このおたが、あこのね、お得意のまーすって最後に伸ばすこのね、馬鹿人なんですね。そして反省の態度と。で、まあ、あの逮捕後はね、表現変したということを言ってるわけなんですが、えー まあ何回も言いますけども、おまあ、憔悴してるのは分かりますよ。さすがにこれはね、やばいと思ってるということも、私は想像はできますけど、やっぱり話にならないですよね。うん、で、またあの、田村さんなんですけども、いろいろねこう、彼のこと、まあ、弁護、わ、まあ、かりますよお。弁護をしてね、相当反省してるきっかけになるなと。まあ、きっかけになるのは事実でしょう。え で、まあ、僕もね、あの、まあ、そこまで叩きく気はないんですけども、おまあ、ここまでやった以上ね、ちょっと反省してもらって、えー、と言いたいんですが、最後、これね、注ぎ口に直接口は当たっていないと、うん。これはね、私当たると思いますよ。こうやってやるとだんだんあたって当たるんですよ。 ただね、当たってないような気がするというねそういうことじゃないでしょうかねはい真意はどうか分かりませんけどもこれをね是非見てもらって一罰100回なんですけどもバカなことをするようなね、えー、クソガキが現れないことを私は祈っております。